これから始まるトークセッション、タイトルはスタースフィア宇宙戦略プロデューサーが語る宇宙と共に生きることです。早速お隣にいらっしゃる方をご紹介したいと思います。はい、皆さんこんにちは。僕はですね、ソニーグループ、ソニーの宇宙エンターテインメント推進室というところで、まあ、このスペース、プレイスペースをプロデュースしている、部署でもあるんですけど、そこで、宇宙を身近にするスタースフィア、このスペースインスピレーションプロジェクトという、これのプロデューサーをやっています、村木と言います。はい、村木さん、本日はちょっと新しいあだ名があるというふうにも伺っておりますけれども、教えていただけますか？はい、コスモさんと呼んでください。はい、じゃあ今日は村木さんのことをコスモさんとお呼びしていきたいと思います。はい、ちょっと定着できるかは皆さんの反応にかかってますんで、はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、今日司会を担当いたします宇宙キャスターということで、宇宙の面白さや楽しさを分かりやすく伝えているお仕事をしています榎本レミと申します。よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございます。コスモさん、コスモさん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか？そうですね、皆さん今日は何の日でしょうか？今日は祝日ですけど、何の日ですか？分かる？今日何の日？何の日？お、文化の日。文化の日なので、今日はちょっと宇宙っていうとね、普通は皆さん科学とか、うん、技術とか、うんうん、まあ、そういうイメージ持つと思うんですけど、はい、今日は少し宇宙を文化的に捉えて、うん、まあ、宇宙でちょっといろんなことを考えてみましょうと、そういうセッション。まあ、タイトル宇宙と共に生きることなので、まあ、皆さんが日々の暮らしをしていく上で、うんうん、まあ、宇宙をこういうふうに捉えるとちょっと暮らしが豊かになるよみたいな、まあ、そういう話をしていければなと思っております。わかりました。では早速ですけれども、コスモさん、自己紹介からいきますか？はい、繰り返しになりますけど、はい、このスタースフィアプロジェクトのプロデューサーをやっております。このスタースフィアプロジェクトのキーワードが宇宙の視点と、今日もいっぱい出てくる言葉なんですけど、視点、宇宙から地球とか星空とかを見てみる目線って意味もあるし、考え方という意味もあるので、まあ、この宇宙を通した物事の考え方っていうものをコンセプト作りをして、このプロジェクトに魂を吹き込んでると、まあ、そういう仕事をしてます。で、具体的には宇宙視点の芸術アートプログラムですとか、はい、教育プログラムのプロデュースもさせていただいておりまして、うん、今日もそのあたりの内容についてご紹介できればなと思っております。はい、でちょっと人となりが分かった方が話が楽しく聞けるんじゃないかなと思いまして、今日は秘蔵の写真をいくつか持ってまいりました。子供の頃の写真ですね。はい、これ幼稚園児の僕です。かわいい。はい、札幌生まれの田舎者なんですけれども、ロケットを工作で作ったりするようなですね、まあ、幼稚園の頃から宇宙が大好きだったと。でこれ中学生の時に向井宇宙飛行士にお会いする機会とかがあって、まあ、ちょっと宇宙飛行士になりたいなみたいなのを子供の時から思ってました。この頃から憧れてたんですね。そうですね、うん、まあ、人生の半分ぐらいずっと宇宙のことを考えてきたみたいな。あら、はい、それで今も宇宙にたどり着いてるってすごいですね。そうですね、楽しく、ね、はい、仕事してます。お、でこれ大学時代で、うん、まあ、大学ではこういうロケットとか人工衛星とか技術の研究をしてたりとか、はい、まあ、これは星空解説員みたいなことをですね、この望遠鏡を持って子どもたちに小学校に行って星座を教えたり星の見方を教えるみたいな、こんなこともやってました。幸いなことに JAXA に就職しまして、うん、宇宙ステーションの機器を開発して宇宙に飛ばしたりとか、うんうん、宇宙兄弟って番がご覧になってる方は、宇宙飛行士と話す地上の運用管制官っていう仕事があるんですけど、うん、まあ、それをやったりして宇宙の仕事をやってましたと。はい、であとちょっと変わったところで言うとですね、アジア開発銀行っていう、まあ、発展途上国って呼ばれる国に行って、うんうん、人工衛星のデータを使って人々の暮らしを良くしようと、こういうこともやってました。でこれバングラデシュっていう国の写真なんですけど、うんうん、まあ、これ人工衛星って雨のデータが測れたりするんで、はい、この雨の情報を使って雨がいっぱい降って逃げなきゃいけない時に、うん、まあ、子供が持ってるのが携帯のメッセージなんですけど、はい、まあ、携帯に逃げなさいっていう警報が来て逃げるみたいな、まあ、こういうなんか課題を解決するプログラムみたいなのもやってました。
で、あとはこう新しいプロジェクトとか宇宙ビジネスを作る仕事をまだ JAXA でしたりとか、ちょっと硬いところで言うと文部科学省っていう国の機関に行って宇宙の政策を立案したりとか、まあなんかこういろんな宇宙のことをやってきましたということで、で今ここソニーで新しい宇宙のプロジェクトをプロデュースしているという流れになります。なんか見てくるとコスモさん、ソニーのプロジェクトはこれまでやってきたものとまた全然違うものですね。そうなんですよ。宇宙っていうとやっぱりこう社会の問題を解決するとか、まあ、科学的な知識を得るとかそういうのが多いんですけど、まあ、僕はやっぱり宇宙の原点は子どもの頃にやっぱり憧れたりとか、綺麗だなとか、宇宙ってすごいなと思ったところにあるんで、まあ、そういったことを人々に伝えてもっと味わってもらえるようなそういうプロジェクトをやりたいと思ってですね、それで今ソニーでやっているということになります。なるほど。だからいろんな力をつけて今本当に子どもの頃に憧れてたものができてるっていうことですね。はい、ぜひそれを皆さん共有したいなと思ってます。はい。であともう一個ですね、おお、すごいのが出てきた。こういうあれだけ見るとちょっと真面目な人に見えるんですけど、はい、まあこういう文化的なこともすごい好きで茶道をやってたりお茶を習ってたりとか、うん、こういうちょっといけばなのアートを知人とやってたりとかですね、はい、こういうちょっと文化、宇宙と文化を掛け算して何か面白いことをやりたい、こういうこともずっとライフワークとしてやってきてまして、はい、このスタースフィアでもそれをいろいろ今企んでるので、それも今日ご紹介したいなと思っております。はい、わかりました。はい。でまず最初にですね、このスタースフィア、ここいろいろ展示してるんですけど、まだよくわかんないという人のために簡単に最初このプロジェクトをご紹介したいなと思います。お願いします。はい、まずビデオをご覧ください。宇宙から青い地球を眺める、宇宙から無数の星を見つめる、それは宇宙飛行士だけに許される特別な体験でした。私たちが挑戦するのはテクノロジーの力で宇宙の視点を人々に開放すること、そしてエンターテインメントの力で宇宙感動体験を世界に広めること。誰もが宇宙を思い、つながり合い、共に作り出す宇宙の視点は人々の意識に変化をもたらし、豊かな思考や創造性を解き放つと信じています。ソニーが取り組む宇宙感動体験事業は、そんな地球人としての一体感をクリエイターへ、世界へ、そして未来を担う次の世代へ届けます。宇宙を解放する。はい、ありがとうございます。これがプロジェクトのコンセプトなんですけど、どうですか、ちびっこのみんなとか宇宙の写真とか見てどう、綺麗だと思った？みんなどう、宇宙の今の写真とか見てどうでしたか？たくさん見てる、うん、どうでしたか？綺麗。綺麗だ。綺麗だよね。はい。こういう宇宙の写真って皆さんいっぱい見たことがあると思うんですけど、まあ、今回このスタースフィアで新しくやろうとしてるのはですね、この、モックが実物大です。これぐらいの大きさなんですけど、ソニーのカメラが中に積んであるこれ人工衛星っていう、宇宙にこれを打ち上げてですね、こっちの右側に絵がありますけど、地上からコンピューターとかタブレットを使ってこう宇宙から、宇宙にある人工衛星を操作できると、一般の皆さんが操作をして写真を撮れると、こういうサービスを今作ろうとしております。で、まあ、これはそちらの方にもブースありますけど、こういう使いやすいシミュレーターというものを作ってですね、宇宙から写真を撮影して自分の部屋に飾ったりいろんなことができると、こういうサービスです、うん。でこのサービスをですね、ただ楽しいって思うだけじゃなくて、これを通していろんなことを考えてほしいなと我々は思ってまして、はい、それが宇宙の視点というキーワードで、例えば宇宙から地球を見渡すと、こう左上の方で言うと俯瞰する視点と、これ宇宙から地球を見渡すと榎本さん、例えばどういうことを感じます？地球綺麗だなって思いますね、うん、綺麗だなと思って、この一つのこの中にいっぱい人が住んでると思うと、うん、地球を大切にしなきゃいけないなって、そう、大切にしなきゃ思うよねみたいな、まあ、宇宙飛行士が考えるようなことを感じられるとか、あと2つ目の広大な時空間の視点とかで言うと、星空をずっと眺めてると宇宙のこう広い空間とか時間に比べると、まあ自分の人生ってちっぽけだなとか、まあ宇宙人と比較すると、これ気になりません？宇宙人の視点、宇宙人、まあこの宇宙の中にどれぐらいいるか分かりませんけど、もしいるとすると
地球人の特徴って何なのかなって考えて、まあ、その地球人として生きていく、まあ、生き方みたいなのを考えさせてくれるとかですね、まあ、ちょっとこのあたりは今日あの時間も限られてるんで全部細かくは説明しませんけれども、まあ、こういったさまざまな視点を皆さんに感じてもらえるようなサービスっていうものを提供したいなと思ってます、はい、でこれがまあ今日イントロでして、うんうん、今日皆さんに聞きたいのはですね、宇宙は身近ですかっていうことなんですけど、身近だなって思う人どれぐらいいます？いますか？もう子供の世代になると身近になってる、ね、お子さんが身近ですね、ね、子供たちだけですよ手上がって、上がってんの。なかなかね身近じゃないと思うんですよ、うん、なんとなくこうお金持ちが旅行するんじゃないかなとか、うんうんうん、ちょっと頭のいい人が研究してるんじゃないかなみたいな、そういうイメージがあると思うんで、うんうん、ちょっとここをね皆さんに今日変えてほしいなと思います、はい、で、言いたいことはですね、まあ、宇宙は身近にだんだんなってきてますよと、うん、いうことです。でそのスタート地点は、まあ、どこまで遡るかっていうのはあるんですけど、うんうん、150年ぐらい前、お、これ日本だと明治維新の頃ですね。この頃にフランス人の作家のジュール・ベルヌさんっていう人がこの月世界旅行っていう SF 本を出したんですよ。え、150年前にロケット、そうそう、明治維新でなんか侍がわーって戦ってる頃にこういうなんか月に行けるんじゃないってこう考えた人がいたわけです。でこの人が書いてへーなんですけど、これが何をもたらしたかっていうと、うん、これを読んだロシア人とかアメリカ人とかが研究を始めるんですよ、うんうん、これきっかけなんですか？あ、これなんか行けそうだぞと、嘘、どうやって本当に行けるか考えてみようぜって考え出すんですね。でそれが1900年頃、120年ぐらい前になると、このロシアの科学者のツィオルコフスキー、この人宇宙旅行の父って呼ばれてる人なんですけど、この人がロケットの法則っていうのを理論的に発見します、うん、でこの地球は人類のゆりかごである、しかし人類はゆりかごにいつまでも止まっていないだろうと名言を残すんですけど、うんうん、まあ、要はこうエンターテインメント的な SF 本が本当にこの科学を発展させたと。でこれがですね、今度65年前になってこの理論が本当に実現します、うん、65年前になると世界で初めての人工衛星が打ち上がる。そこから10年ぐらいすると今度月に行く、うんうん、まあ、このあたりはみんななんか自分の歴史として知ってると思うんですけど、うんうん、であとこうウィキペディアとかで地球を検索するとこういう丸い地球が出てくると思うんですけど、うんうん、これを撮ったのいつかっていうと、たかだか50年前なんです。これをまあ古いと思うか新しいと思うか皆さん次第ですけど、うん、結構僕は最近だなと思うんですよね。こういうなんか地球を外から見た感じの感覚を持ってるのは、僕の父とかもう70代ですけど、もう生まれた時にはなかったんですよ僕の。あー、確かに50年前ですもんね。そうそう、だから僕らも頑張ればあと50年は生きれる、うんうん、じゃないですか。頑張りましょう。50年後になったらこういうのがどう変わってるのかなっていうのはだいぶ変わってるでしょうね、はい、で今度今宇宙飛行士がね、若田さんとかが宇宙にいますけど、うん、いつからじゃあ宇宙ステーションに人がいらしてるかっていうと、これも2000年なんです。たかだか、うん、まあ、20年前ぐらいで今に至るんで、まあ、ここの流れを見てると、まあ、僕はずっと宇宙を好きで生きてきましたけど、うん、この数十年でもだいぶこう進展がして、例えば、去年とかに宇宙旅行にみんな行ってたりとかですね、はい、うん、まあ、こういう流れになって、そして今やこの人工衛星を自分で動かして写真撮影ができる時代が、まあ、いよいよこの衛星がですね、うん、もうすぐ打ち上がりますんで、皆さんがこれを操作して自分で宇宙の写真を撮れる時代が来るということで、これは身近になってると言えるんじゃないかなと僕は思うわけです。いや、今の歴史のお話聞くとだいぶ身近になってるっていう感じます。感じました。感じました。じゃあですね、この宇宙が身近になった時代を、まあ、どう生きていきますかっていうちょっと深い話をですね、今日文化の日なんで皆さんにしていきたいなと。で今日のテーマの宇宙と共に生きることと、これ僕のこの空トークのタイトルですけど、うん、まあ、これだけ聞くと、まあ、宇宙に触れながら生きていけばいいよねって思うと思うんですけど、うんうん、榎本さん、こう宇宙に触れてますか？宇宙キャスターですけど、日々宇宙に触れてると思ってます。どういうふうに触れてますか？一番近いところで言うと、昨日あのみんなで月を見るイベントをしたんですよ、はいはいはい、で、あのちょっと山奥の木々の間から月が見えて、木星と土星も見えたんですよ、はいはい、
でそれでそれについてみんなでわー見えたってこう感動を共有したのが宇宙に触れたなって感じました。そうですね、多分星空を見るっていうのは多分皆さんに一番身近な宇宙に触れることじゃないかと、うん、ちなみに言うとあの11月8日に今度皆既月食があって、ありますね、多分またニュースでバズりますんで皆さんあの来週なんでぜひチェックしてみてください、はい。まあ、そういうことでこう人類にとって星空っていうのは一番身近ですよね。なんかこうアーティストとかと話すときに、まあ、どういうデザイン作りますかみたいな議論になるんですけど、うんうん、山とか川って国ごとに形が違うんですよね。日本人が山って何ですかって富士山だけど、スイス人に行ったらアルプスをこうイメージしたりするじゃないですか、うんうん、だけど星空とか月って人類共通のデザインなんですよ、ね、確かに。これはだからずっと昔からこう星を見上げてきたと、うんうん、であとちょっと工夫して僕は生活の中に取り入れてるのはこういうの僕はやってます。おー、はい、アートとしてこれどうですか。なんかこう部屋に今これ飾ってるんですけど、いくらぐらいするように見えます？値段え、いくらだと思います？難しい。難しい。値がつけられない、ね、写真がねちょっとごまかしてる感があるかな。これねあの4000円ぐらいでできるんですよ。これあのデータはね NASA がタダでこういう綺麗な写真出してくれててプリントして、うん、でアマゾンで額買ってペタって貼ると4000円ぐらいでこう宇宙を飾れちゃうんですよ。へえ。でこれをまあゆくゆくはですねみんながスタースフィアで撮った自分の写真を部屋に飾ってほしいなと僕はやりたいです思うわけです、はい。でこれ僕のねトイレの横に飾ってあるんですけど、トイレに行くたびやっぱ宇宙を感じるんですよ。おでただ感じ方を知らないと、うん、ただやっぱ綺麗だなで終わっちゃうと思うんです、うんうん。ね、これって、まあ、今日文化の日ですけど榎本さん美術館とかって行ったりします？たまに行きますね。たまに、はい、ちょっとコスモさんほどじゃないです、うん、で美術館も行った時にガイドとかないと、はい、なんかよく分かんなくて素通りして帰っちゃうじゃないですか。あ、分かります分かります。結構あのゴッホのひまわりとかなんかこういろいろ解説聞けばすごい面白かったりするんですよ。そう、味わいポイントがあるし、特に現代美術なんか謎なんですよ。そう、謎でも、作者の意図を聞くと分かるみたいな。そう、それがすごいなんかこんなに深い作品だったんだって思う。そうです。で宇宙もね僕は一緒だと思ってて、はい、まあ、皆さんよくプラネタリウムとかで星の見方見て星座がですねとか神話がとか聞くんですけど、はい、僕はそれだけじゃないと思ってるんです。宇宙が伝えてくれることというのは。おで今日はこれからそういうお話をしていきたいんですけど、はい、まあ、スタースフィアはただこのカメラをいじれて楽しいですねだけじゃなくて、うんうん、まあ、美術館のガイドをするように宇宙ってこうやって味わえば、うん、こんなに素敵なことが分かるんですよっていうのを伝えていきたいなと思ってまして。ということで、まあ、宇宙と共に生きることというのは触れるだけじゃなくて触れて感じて考えることだと、うん、これをあの皆さんに共有したいなと、はい。じゃあ何を感じて何を考えるのかっていうのが重要だし、なるほど、まあ、これをスタースフィアでは僕らも考えるしみんなと一緒に考えていきたいなと、そういうプロジェクトなわけです。で、まあ、これをいきなり話す前にですね、まあ、僕がこう宇宙の視点っていうのを考えるとなんとなくこう今我々が技術が発展したから宇宙に触れてなんか考えられるようになったって錯覚しがちなんですけど、はい、実はこう人類の歴史を考えるとですね、うん、昔の人も宇宙に触れてたんじゃないと。ほうほう。むしろなんか東京の空って全然星とか見えないじゃないですか、うん、だけどなんか、ね、何千年前とかだったら多分毎日星だらけでしたよね。そうですね。そういう星だらけの人が宇宙から何を学んでたか、うん、実は歴史上いろんな学びを宇宙はヒントをくれてて学んでるんですけど、はい、どういったものがあるでしょうか。人類が宇宙から学んだ日々の暮らしに役立つもの、なんだろう。時間とかですか？ああ、時間はそうですよね、うん、あと太陽が何時間で戻ってくるみたいな、うんうん、でそれをもうちょっといくとカレンダーね。ああ、なるほどなるほど。何日経ったら月が一周するとか、まあ、そういうのができてきたりとか、うんうんうん、であとは地球が丸いっていう知識も
実は月を見てて日食月食とかの時にあなんか影が丸いぞこれ地球の影が丸いから地球丸いんだなって知識は宇宙が与えてくれたりとか、まあ、有名なのはコペルニクスっていう人が発見した地動説っていうのがありますけど、ね、地球が中心に宇宙ができているのか太陽が中心なのかっていうのも宇宙が教えてくれた、まあ、そういう感じでいろんなことが宇宙与えられてくれてるんですけど、まあ、我々も今科学的にいろんなことは学んでるんですが、はい、なんか他にもいろいろあるんじゃないということでちょっと今日これを考えていきたいと思います。はい、で題材は例えばこれ NASA の宇宙飛行士が撮った写真なんですけど、これまあ綺麗だな、どこかってこれマレー半島です、マレーシアの。これ見て榎本さん、はい、何を考えますか。最近アート思考って流行ってますけど、これはまあ宇宙思考なもんですね。この宇宙から見た地球の写真を見て何を考えるか。これちょっと皆さんに言っときますけど、私もコスモさんの話今日初めてなので、この質問初めて受けて今初めて考えてますよ。なんだろう、何を求められてるのかがわからないんですけど、はい、ってなりますよね、いいリアクションありがとう。あ、本当に、はい、これでよかった。いや、これ皆さんスタースフィアで宇宙の写真撮っても、わあ綺麗な写真が撮れたなで終わっちゃうと思うんです、で僕はトイレの隣に毎日写真を貼ってるんで、こういうのずっと考えてるわけです。ここからどんなことが感じられるのかなっていう、で例えばこれ宇宙からこう見下ろしてる視点じゃないですか、はい、宇宙飛行士の視点ですよね。そうです ね、宇宙飛行士、あ自分は宇宙飛行士になってこれ見てんだなこう気分になります、なります。でそれをもうちょっと広げると、自分が宇宙人になってて今地球に来てて見下ろしてる、あー面白い、宇宙人のこう気持ちが湧いてくるわけです、はい、あの写真宇宙人の気持ち、地球綺麗だなみたいな感じですね。宇宙人といえば榎本さん どんなイメージあります？どういう宇宙人、宇宙人皆さんもちょっと考えてみます。宇宙人ってどんな宇宙人ですか？私あるんですよ、もう私が持ってる宇宙人像、宇宙人像イケメンですか？あの全然イケメンじゃないです、あの顔があるかないかぐらいの感じです。宇宙人タコみたいな感じ、タコみたいな感じで、宇宙に行くと骨がいらないって聞いたので、なんかこう本当にグニャグニャしたものかなって。誰かなんかこうシャープな宇宙人像のある人います？どんな宇宙人、あどんな宇宙人だと嬉しい？まあ宇宙人って普通にいるのかいらないいるのか分かんないから、普通にあってもなんか問題ありそうだなって思っていた。宇宙人に問題意識を抱えているそうです。そうですね、もう身近ですね、はい、宇宙がね、まあ、この中に紛れてるかもしれないですね、宇宙人は。そうそうそう、そういうふうに言う方もいますよね。誰かどうですか、そこの方とか。私そっくりの宇宙人がいるかもしれないなと思ってますね。ね、最近ウルトラマンの、ね、新ウルトラマンの映画とかでも宇宙人出てきましたけど、宇宙人ってこういろいろ考えられるわけですよ。はい、で大体皆さんこう宇宙人考えると見た目を考えるわけです。はい、考えちゃいましたね。なんかこう見た目緑色だよね、足がタコだよね、ただ僕はねちょっと内面を考えてほしいなと思うんですよ。宇宙人の心ですか？そうで、僕まあティピカルな宇宙人像ってこういうなんかこういう宇宙人、よく見る宇宙人、この人に愛はあると思います？ちょっとこの見た目だとなんかなさそう。僕らなんか当たり前のように世界中の人とコミュニケーションして、まあ、こういう風に言えばこう優しくしてくれるかなとか、こういう可愛い子供がいたら愛してくれるかなとか思うんですけど、まあ、宇宙人のこと考えると全然こう何が当たり前なのかが分からなくなります。いや分からないですよね、一体何考えてるのか全く分かんないです。なので宇宙人を考えると逆にこう地球人っていうのは一種族に思えてくれるわけです、こう宇宙の中で。でまあ昔そのアメリカ人とかがこう太平洋の島とかを回った時にですね、自分と何がこの人たちはポリネシア人は違うんだ、こういうの比較人類学っていう、自分と比較して自分が何者かを再発見するみたいな学問があるんですけど、まあ、宇宙人のことを考えるとこの我々地球人っていうのは一体どういう特徴があるのかっていうのを改めて考えさせられるっていうのが。なるほど、だから宇宙人にとってはあコスモさんね、レミさんね、誰々さんねっていう認識じゃなくて、あ地球人って見るわけですね。なんか こいつら毎日悩んでるぞみたいな、ああ。なんかこいつらいつも道間違えてるぞみたいな、なんか今コンピューター的なね AI とか出てきてますけど、まあ、この人間地球人っていうのが何が
変わっていて、うんうん、でも実はなんか素晴らしいところがいっぱいあると思うんです。それが何が綺麗だなと感じたりとか、素晴らしいなと思ったりとか、うんうん、そういったことを見直すのにこの地球人の宇宙人の見方っていうのはあるかな。あ、面白いですね。まあ、当たり前のことを新しい視点で見るのにつながる。もう一つね、同じようなこと言いたいんですけど、これ何か分かります？あ、分かる分かる、なんだろう。未来の宇宙ステーション。お、未来の宇宙ステーションです。そうです、宇宙ホテルの想像図なんですけど、こういうことを建設しようって言ってるね、会社が出てきたりとかして、うん、まあながち僕らの生きてる間にできるかできないかみたいな、まあ、現実性も出てきてるんですけど、うん、榎本さん、ここに暮らすとしたら、はい、何を持っていきますか？いやー、一番持っていきたいのはコーヒーコーヒーでいいですか？これ10年間住んでくださいって言われたら、え、待って、この中には水とか食べ物はあるんですか？全部、まあ基本的なものはあることにしましょう。基本的なものはあるから、自分が本当に大好きな、そうそう、これがなきゃダメってものを持っていくんですね。そうそうそう、犬、犬は欲しいんですよ、はい、ペットの犬を持っていきます。例えば食事ですけど、はい、宇宙食って、まあ、昔のやつはこう錠剤とかこうチューチュースーチューブの宇宙食ですけど、うんうん、それで十分ですか？そうか、食事がその状態なんですね。そうです。え、そしたらもっと美味しいものを持っていきたい。美味しいものを持っていきたいですか、はい、みたいな。宇宙で暮らすときに何を持ってこうかなって、実は自分にとって何が大切かを考えさせてくれるわけです。確かに、食事なんて錠剤飲んどきゃいいよねみたいに思っちゃうわけですね、宇宙旅行行くと。今までの宇宙飛行士って半分軍人なんで、それで良かったんだけども、みんなが普通に暮らすようになると、やっぱりこう日々の暮らしで、コズモさんは何を持ってくるんですか？僕はやっぱティーセットを持ってきたいですね。お茶をパタ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 って、お湯を沸かして入れたいみたいな。そういうなんか自分の大事なものは何かって考えさせてくれるんですけど、案外それって今の日々の暮らしでも大事にできてなかったりするみたいな。いや、確かに確かに。なのでちょっと宇宙の暮らしをイメージして、日々の暮らしで大事なものは何なのか、うんうん、ね、家族との時間なのか、あ、趣味の時間なのか、まあ、そういったことも、うん、まあ、宇宙の生活を考えると考えられるよね。なるほど、深いですね。どんどん深いところに来ましたね、はい、日々の暮らしで本当に大切にすべきものを発見するように、僕は宇宙の写真を見るたびにそういうことを考えちゃうっていう、ちょっと、なるほど、深いところがあります、はい、で次にですね、意味のイノベーションっていう話をしたいと思うんですけど、うん、はい、皆さんイノベーションって言葉って聞いたことあります？イノベーションっていうのは、うん、まあ、何かすごく新しいものを作り出すみたいなことなんですけど、うんうん、普通なんかそういうことをやろうと思うと、新しい技術を作ろうとするんです、はい、人々は、はい、だけど意味合いを変えればそういう新しいことが作れるよっていうのが、この意味のイノベーションっていう考え方なんですけど、分かりやすく言うとですね、例えばろうそくがあります。ろうそくがあります、はい。ろうそくって榎本さん、何をするためのものですか？え、火をつける、明かりが欲しいときに。そう、明かりのためじゃないですか。明かりのため。だから昔はこのろうそくっていうのは明るくするための道具だったんです、意味は。そうですね、うん、でも電気があったらいります？いらないです。いらないですよね。まあなんか災害が起きたときに使うかなぐらいですよね、うん、いらなくなっちゃうんですよ。でもある人が、いや、このろうそくって他の意味があるよなっていうのを発見したんです。それは何かっていうと、うん、ムーディーな、あー、ムーディーで使いますね。ムーディーな空気を作ること。ムーディーでろうそくつけますね。でちょっとなんか匂いも入れちゃったり、いい香りの安らぎを与えられる道具になったんですね。なってます、今。そうすると3倍ぐらい売れたそうです、ろうそくが昔よりみたいな話とか。 あとは例えば自転車、はい、自転車ってどんな乗り物ですか？え、どんな乗り物？え、なになに、答えてくれるの私の代わりに。どんな乗り物ですか？自転車って近いところに行くために使うの。おお、そうだね、長距離、長い距離は行けないもんね。で、まあそれは一つ答えです。答え。他の切り口で言うと、自転車は何だろう、安い乗り物だなって昔は思われてたわけです。なんか値段が安い、なんかこう車とか乗るより安いなみたいな、チープな乗り物だなと思われてたんだけど、あー確かに、最近はエコだなとか、ああ
健康にいいよなとか、確かにそういう意味がついて、もう今結構 ビジネスマンも載ってますよね。流行ってますしね、かっこいいのも出てますよね。こういう意味合いを変えることでいろんなものがまた大事になっていくっていうのは今すごくビジネス界でも重要に言われてることなんですけど、うん、今日言いたいのは、うんうん、まあ、宇宙の視点で新たな意味を考えてみるということになります。うん、榎本さんにとって大切なものは何でしょうか。なんだろうじゃあコスモさん、ちょっとコスモさんの大事なものを教えてくれたら思いつきます。僕は農作業とかかな。大事なことなんですか。僕ね、今朝あのさつまいも収穫してからこっちに来たんですけど、はい、あの庭仕事が好きなんですよ。おで、それもだからそれをじゃあ庭仕事を宇宙視点で考えてみましょうか。うん、庭仕事ってなんかただ農作物を収穫するっていう意味合いが何かっていうと、うんうん、食べるためですみたいな意味合いだけど、だったらじゃあ食べ物を宇宙では別に食料生産するから庭仕事いらないじゃんってなるけれども、はい、でもなんで僕が庭仕事やってるかっていうと、やっぱなんか自然と触れ合う安らぎであったり、うん、なんかこう何かに集中してこう育って成長する喜びみたいな、そういうことなんですよ。癒されてるんですね。そうです。だからそういうことを、まあ、宇宙でやる意味っていうのは一体人類にとって庭仕事っていうのは何なのかみたいなのを考えると、お庭仕事を売り出したいビジネスパーソンがいたときに、うんうん、これはこういう意味合いがあるんですって言って、なるほどと思ってもらえる。あ、それでもっと魅力的なものになっていくってことですね。そういうことです。はい、なるほどなるほど。なのでちょっとこう新しい意味合いを考える上で、宇宙っていうものはすごくヒントをくれるんだと。皆さんのなんかこう考えてるものを考え直すと、どういう意味、新しい意味合いがあるのかなっていうのをちょっと考えてみていただきたいなと。これ3つ目、ちょっとビジネスパーソン向けかもしれないですね。なるほど。ちょっと私でも思いつきまして、お話ししてて。お、何でしょう。私、人との出会いが結構すごく大事で、はい、だから新しい考えとかもう今日なんで、そうですよ、コスモさんの考えが頭の中には怒涛の感じで入ってきてるんですけど、こういうのも出会いがないと知ることできないじゃないですか。そうですね、うん、まあ、宇宙がそういうのを刺激してくれるんで、ぜひそういう側面があるっていうのを今日は皆さんにお伝えしたかったなと。はい、ありがとうございます。でこういったことを、まあ、今僕はすごく言葉で喋ってるんで、あ、なんかこう難しいなと、こう理屈だなと思っちゃうんですけど、はい、やっぱこういうことってやっぱ体験で感じてほしいわけです。はい、それでここからはですね、うん、あの僕らがやってるコラボレーションをご紹介したいなと。お願いします。体験、まあ、僕ら宇宙感動体験授業って言ってるんですけど、まあ、こういう宇宙の新しい切り口を届けようと思うと、まず思いつくのがアートです、うん、僕の好きな。あ、はい、で実は今この杉本博史さんというですね、世界的な現代芸術作家の方で、まあ、皆さんの身近なところだと大河ドラマの青天を衝けっていうのがこの前やってましたけど、それの題字を書いてたりとか、あとまあこういう海景っていう海の写真、これもまあ意味がわからないとただの海の写真なんですけど、人類が誕生した時の古代人と今の現代人が共有できる景色って何なんだろうみたいな。それはきっと海の景色に違いなくて、こういう景色っていうのは遺伝子に刷り込まれてるに違いないみたいなので世界中で撮り続けてる方だったりするんです。これもまあ意味がわかんないと味わえないんですけども、であと彼、これ江ノ浦測候所って、これ小田原の近辺にあるアートサイトなんですけど、まあ、なんかここら辺に長い構造物があるんですけど、これギャラリーになっていて、例えば夏至、まあ、1日1年で一番日が長くなる日、夏至とか冬至とか春分とかありますけど、はい、うん、夏至の日になるとここに日の出が差し込むとか。あ、そんな計算された場所なんですか。春分の日になるとこの施設に差し込むとかですね。へ、まあ、いろんなそういう宇宙を感じる計算をした素晴らしいアートサイトを作っていて、はあはあ、しかもこれがまあ、そのうち彼はあの人類なんて滅亡するだろうって言ってるんです。おお、すごい。で滅亡した時に数千年後に遺跡として残るように結構石でできててですね、未来人に残す、まあ、遺跡のような感じで作ってる。あ、もうここ自体がもうアートなんですね。そうです。なんで、まあ、こういうところとコラボレーションして我々の宇宙の新しいアートを未来に残したいなということをやっております。はい、そしてこちらは、でこちらがですね、あの対談シリーズを、まあ、我々、この杉本博史さんで非常に哲学的な方なんで、うん、天文学者の方とか、考古学者の方とか、
美術専門家の方とか、先生術師の方とか、まあ、いろんな方をゲストに呼んで、まあ、宇宙の視点について考えるっていう、こういう YouTube を無料で公開してますんで、うんうん、ぜひ皆さんあのスタースフィアの、ウェブサイトから見に行ってくださいませと。で今日はちょっと僕もちらっとこんなことに出演している予告編がありますんで、はい、見てみましょう。ご覧いただければと思います。こんなね綺麗なところなんですよ。相模湾が東の方が見渡せる。でこういうガラスで作った能の舞台もあります。人が最初にこう自由に使える個人衛星、そこにソニーのカメラを載せて好きに撮っていいですよ。宇宙視点の後を考えた時に真っ先に浮かんだのが杉本さんでした。杉本さんは精緻な写真作品を中心に多彩な活動をされています。私たちは数千年先の未来に向けて宇宙の視点に基づく新たな文化芸術を創造したいと考えています。それじゃあ月の海を撮らせてください。小規模クレーターを1個もらってそこにこうなるほど。いやちょっと月に行くのはちょっとお金がかかりすぎとまずはあの地球軌道上で実験をしてみませんかという話で始まったんですけどね。杉本さんは人類とアートの起源に立ち返り、自分、世界、宇宙の距離を測る場所として、そして1万年後まで続く未来の遺跡としてこの江ノ浦測候所を作られています。数千年先の未来に我々の新たな文化芸術を残すにあたって、この江ノ浦測候所は変えがたい場所だと考えています。これまでの宇宙開発は科学を軸に進められてきました。これに対して私たちは感性を軸にした宇宙の利用を進めたいと考えています。美しさや感動やワクワクですね。これは宇宙における科学から心への価値観のシフトです。それからまあ宇宙視点というね大きなテーマを与えられて、こう地球上の資源というのはこう有限であるということがみんなが分かってきて、どうすればいいのかということをもう一回宇宙的な視点で考えてみる。この物語は江ノ浦測候所を終生の作品として作り続けるアーティスト杉本博と、人類を宇宙へと導く手助けをしようとするソニー、JAXA、東京大学が手を組んで、宇宙からの視点をアーティストに託してみるという初の試みを記録するものです。今まさに打ち上げが予定されている2022年の宇宙の旅を前にして、人類がこの地点にまで至り得た歴史的過程をもう一度振り返り、私たちはこの先どこへと向かえばよいのかを考えてみる手助けとなるような思考の場を持ちたいと思います。ありがとうございます。まあ、ちょっと今日文化の日ということで、少しちょっとかなりこう深い話ではあるんですけど、まあ、僕ら何やりたいかっていうと、はい、洞窟壁画ってありますよね。何万年前に古代人が洞窟に描いた絵っていうのがあるんですけど、これまあ最古のアートみたいなもんです、はい、でこれを見た時に我々何を考えるかっていうと、その時の情報が分かるだけじゃなくて、古代人が何を美しいと思ったとか、何を尊敬して敬っていたかとか、まあ、そういう心が分かるわけです。なるほど。で、かたや今現代人我々は宇宙に人工衛星とか送っていろんなデータを取ってます、はい、NASA とか JAXA とかが。でも心って残せてないんじゃないかなっていうことがあって、あーなるほどね、はいはい、宇宙時代に初めて進出した我々が洞窟壁画のように、まあ、将来未来人もしくは将来出会うであろう宇宙人に対して宇宙時代の洞窟壁画を残しましょうと、これをあの宇宙視点の芸術っていうコンセプトで今アーティストとコラボしてまして、はい、まあ、ちょっと今日ご紹介したのは杉本博さんだけでしたけど、まあ、
海外のアーティストも含めてですね、まあ、今いろいろ仕込んでありますので、うんうんうん、ぜひ、まあ、来年以降そういうアナウンスをお楽しみにアート好きの方はしていただければなと。あのもう杉本さんのさっきの映像を拝見して、杉本さんがこの人工衛星でどんな写真を撮るのか全くわからないなって。ワクワクするでしょ。はい、はい、ちょっとコスモさんはどういう想像をされてるんですか。あのね、こう想像するのがおこがましいですね。あらまあ杉本さんとお話ししてたのは、はい、アートというのは予定して作るものじゃないと。それはもう実験になってしまうと。うんうんうん、アートというのはいろんな使い方をしててパッてそこで見つかるんですよ。だからそういうなんかこう想定しているものだとまだまだなんじゃないですか。なるほどね。なるほどね。だからアートロかなとか、あそこいいなって考えがちですけどね、私たち。そうじゃないんだと。そうじゃなくて、いろいろこうアーティストのおもちゃになるわけです、この衛星は。わ、面白いですね。どんなのが出てくるか。 それが今までできなかったわけです。プロしか使えなかったから、うん、それが今アーティストに手に渡るんで、はい、我々が思いついていないようなすごいものができるんじゃないかと期待感が高まるわけですね。確かに。だから世の中に出回っている写真とか動画ってもう見たことある宇宙の映像とか写真ですもんね。宇宙飛行士がパシャパシャ撮ったとかなんで、うん、アーティストが触るとどうなるのかなっていうのが、これは楽しみ。楽しみで、まあ、来年また文化の日ね、1年後にはどんな作品が、ここでお披露目できますね、はい、そしたら楽しみだな。楽しみです、はい、であと教育プログラムとかもやっててですね、はい、これは高校生向けとかに、まあそこにある撮影シミュレーターみたいのを使って宇宙の視点について体験いただくようなこともやったりしております。はい、であと最後にですね、うんうん、エンターテインメントもやってまして、これはあのミュージシャンのリサさん、あの鬼滅の刃の曲とかでもおなじみのリサさんと、まあ、スタースビアの方でコラボしまして、まあ、彼女が新しいアルバムを今度11月にリリースするんですけれども、はい、まあ、そこのリリースイベント、まあ、キャンペーンの中で、まあ、宇宙の視点に関わる豆知識みたいなものをあの私の方でお手伝いさせていただいて、これもまあ宇宙の豆知識っていうと普通はこう科学的な知識でへーで終わっちゃうんですけど、まあこういう宇宙の視点ってことで言うと、こう曲の歌詞を読んだ時に、うんうん、なんとなくこう日々の暮らしが前向きになるような、うん、そういうものを見つけたいなと思ってですね、例えば左が月の豆知識なんですけど、はい、月輝いてますけど、うんうん、なんで輝くかっていうと太陽の光が当たって輝くわけじゃないですか、はい、でも月の周りって真っ暗に見えますよね。そうですね。だから暗闇って何もない光がないように見えるんだけど、うん、実は光はあるんだけどそこに物がないから光ってないんだっていう解釈を僕はして、はい、でそれをリサさんの歌詞の暗いんじゃない怖いんじゃない光を知るためのチャンスだよっていうと、うん、こうちょっと絡めたみたいな話であるとか。素敵ですね。あと木星もですね、はい、人類が木星を初めて望遠鏡で見たんですけど、それガリレオ・ガリレイさんっていう人が見たんですけど、その時に木星の周りにちっちゃな粒々が見えて、おなんか木星の周りにもお月様が回ってるぞって気づいたわけです、うんうんうん、でこれによって人類はあなんか何かの周りをぐるぐる回るのって当たり前なんだなって気づいて、地球が太陽の周りを回ってることに気づくことにつながったんですけど、うんうんうん、まあ、こういう目を輝かせ楽しいことを見つけられてるっていう、まあ、こう気づいてないことも目を凝らせばいろんなヒントを与えてるんだよと、まあ、こういったような解釈ができるんで、うんうん、まあ、ミュージシャンの方もですね、ぜひこういうスタースフィアのカメラに触ってインスピレーションを受けて、これからどんどんこう宇宙の視点を伝えていただけるような作品が出てくるといいなと思いながら今授業の準備を進めております。すごい。でも楽曲が生まれそうですね。そうです。だからあの人工衛星カメラ衛星なんで写真撮れるぞ、はい、楽しいなで終わっちゃうんだけど、うん、僕から見るとこれはもうインスピレーション装置なんです。いやそうですね。宇宙に触れてる、あ自分で撮ったぞ、そこからいろんなこと考えますよね、うんうんうん、その考えたことで新しい見方が見つかったり、うん、何かこう伝えたいメッセージが見つかると。でそれはアートとか音楽とかの形で一般の方とも共有できれば新しい文化ができていくと思いますし、我々自身もそういう発見ができる、うん、いやだって今アーティストの皆さんって地球上で起こり得てることからインスピレーションをもらって作ってる歌が私たち楽しんでるじゃないですか。だから宇宙にインスピレーションをもらって作った歌って、本当の宇宙からもらった歌ってまだ
ないですよね、逆に言うとアーティストさんが作った歌って、まだね、チケット高くていけないですから。いや、そうそうそう、それをちょっと先取りできちゃうわけですね。いや、これは楽しみですね。なので、あの我々、スタースフィアですね、会員というかクルーという形で皆さんご参加いただけるようなプログラムも用意してますので、はい、ぜひ登録いただくとですね、うんうん、こういう我々の最新情報もお届けしますし、はい、一緒にこういった活動に取り組んでいけるので、ぜひあのウェブサイトの方をチェックいただければなと思います、うん、はい、ということで、そろそろお時間だと思うんですが、はい、そうですね、まあ、今日お伝えしたかったのは宇宙と共に生きることっていうテーマでやりましたけど、宇宙にまず触れる、うんうん、これスタースフィアのカメラでも触れれるし、家に写真を飾っても触れれるし、星空を見ても触れれる、うんうん、で触れた時に新しいものの見方をちょっと考えてみていただけると、まあ、これが暮らしを豊かにする一つのきっかけになるんじゃないかなということで、ぜひこのスタースフィアでですね、はい、皆さんと一緒に宇宙の視点を探していきたいということを、あの今日の皆さんへのメッセージとして終わりたいなと思います、はいはい、あとこういったつぶやきをですね、あの SNS でやって、まだ始めたばっかりで全然フォロワーいないんで、皆さんよかったらチェックしてくださいと、ちょっとずつ宇宙の視点、あのいろいろつぶやいてますんで、はい、始めたてですね。皆さんもなんか発見したらいろいろね、さっきの杉本博史さんの動画とかでもですね、うん、ぬか床、はい、ぬか床を見下ろしている視点は宇宙の視点であるみたいなトークがあって、これ僕すごい面白いなと思って、わからない。ぬか床のぬかの中って菌がいっぱいいるじゃないですか。いっぱいありますね。 あれって地球の中に70億人がいる目線と一緒なんですよ。なるほど、みたいな発見があって、僕はそれ以来なんかぬか漬けを食べるたびに宇宙を感じるんです。あ、ちょっともう私今日今までと違う脳みそを使った気がします。探せばね、多分いろんなところに宇宙の視点がありますので、ぜひそれを皆さんと発見する旅をこのスタースフィアでやりたいなと思っております。はい、皆さん今後の展開も楽しみにしていてください。はい、以上で終了でよろしいでしょうか。はい、コスモさん、今日は皆さん最後まであの聞いていただいて、ね、ありがとうございます。ということで、今日からコスモさんという名前も定着させていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで以上でスタースフィア宇宙戦略プロデューサーが語る宇宙と共に生きること、村木さん改めコスモさんのトークショーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。